大好き。マウスは2005年度から2006年度に NHK 教育テレビで放送された幼児向け教養番組である。WDR 本局所在地であるケルン市内ブライテ通りにあるマウスの看板内マウスドクケルンの WDR 本局にてマウスのステッカーが貼られているルフトハンザドイツ航空のエアバス A321 から131オープニングとエンディングでは ネズミのマウスや小さいゾウのエレファント、アヒルのエンテが登場するアニメ、本編では、進行役のクリストフが、日常の疑問をわかりやすく解説する。この番組は、日独文化交流の取り組みである、日本の中のドイツ2005-2006の一環として、西ドイツ時代の1971年から西部、ドイツ放送により、長年にわたって放送されてきた。 大前論ミッドデアマウスをオリジナルとして提供を受けた NHK が教育テレビで放映した番組である。マウスは日本の中のドイツ2005-2006においてドイツ大使館からマスコットに指名されていた。日本では2006年に放送を終了しているが、ドイツでは現在でも放送が続けられている。マウスは非常に人気のあるキャラクターとして知られている。 ドイツ学の教授を目的として創設された、独協大学ではマウスをイメージキャラクターに指定している。このほか、2005から2006年度には、ニャンチューワールド放送局内でも放送された。ありがとうございます。